中型セミトレーラー1型2台が中低床式の2型。中型セミトレーラーは、陸上自衛隊の装備する最大積載量20トンの2軸8リントレーラーで、主に施設化に配備される車両。装甲車やブルドーザーなど、比較的軽量な車両を輸送する際などに用いられる。この車両は、いわゆる戦車運搬車に類似した車両である。 しかし現代の主力戦車は、中型セミトレーラーの積載量20トンを超えるため、これ1台で戦車を運ぶことはできない。そのため軽量な装甲車や建設機械を運搬する任務が主となっている。ただし、当車両は戦車の一部を運ぶためにも利用されている。例えば90式戦車の重量は50トンあるため、 74式戦車用の73式特大型セミトレーラー1台では、化石祭となり運搬することができないので、戦車を車体と砲塔に分離して2台で対応する、運用となる。戦車の砲塔は20トン以下なので、中型セミトレーラーが砲塔部担当、73式特大型セミトレーラーが車体部担当という形で、分担して運搬する。なお90式戦車を1台で運べる。 最大級の戦車運搬車として、特大型運搬車が存在するが、その配備数は限られており、小型の運搬車でも運搬できる体制を必要とする。2台が、低床式の1型と2台中央が一段低くなった、中低床式の2型が存在し、現在も並行して調達されている。製作は、東方車両と日本トレックスがそれぞれ担当する。 新型は全幅が3.20メートルの A タイプと2.99メートルの B タイプに分かれており、A タイプでは車両制限令に規定されている車服3メートル以上の積載物を搭載し、総合的な車服が3メートルを超える場合に該当するため、牽引車には緑色の回転灯が装備されている。B タイプは最大積載量20トン以内。 最大車幅は2.99メートルであるので、保安基準による全幅2.5メートルを超過するために、保安基準の緩和が必要なものの、A タイプと比べると制限が緩やかであるより柔軟に行動を走行することが可能である。ありがとうございます。